中国通洋航空7552便、離陸失敗事故は、1992年7月31日に発生した航空事故である。南京大橋上空港発アモイ高崎、国際空港行きだった中国通洋航空7552便が、南京大橋上空港からの離陸に失敗し、滑走路をオーバーアランした。機体は、滑走路の先にある堤防に激突し、 乗員乗客126人中108人が死亡した。事故機のヤコブレフ役マイナス 42D は、正番号4兆5204億2211万6644。シリアル番号14から02として1992年1月2日に製造された。同月に中国通用航空へ引き渡された。事故機には、 116人の乗客と10人の乗員が搭乗していた。15時5分ごろ、7552便は滑走路06からの離陸滑走を開始した。しかし、離陸速度に達しても機体は上昇しなかった。パイロットは離陸中断を試みたが、機体は高速で滑走路を突き抜けた。そのまま7552便は420から600メートルほどオーバーランし、 空港外周のフェンスに激突、炎上した。機体は3つに分断され、残骸の一部は池の近くまで散乱していた。事故により乗客100人と乗員8人が死亡した。機体の水平安定版が誤って着陸時の設定になっていたため、機体が上昇しなかったと結論付けられた。ありがとうございます。